リカシ、ヤクリ、キカウ、ハジマリメイス。藤原の道長について。今回の歴史ゆっくり聞こうは、藤原の道長について紹介していこうと思います。この世は、我が世とぞ思う望月の、かけたることもなしと思えば。栄華を誇った藤原の道長が詠んだ歌です。平安時代に都で強大な権力を持っていた藤原の道長。藤原氏の五男でありながら、貴族の頂点に上り詰めた、異例の出世の真相は、京都府宇治市、かつてここには、藤原の道長の別荘がありました。道長の死後、息子によってここに建てられたのが、世界遺産、平等院鳳凰堂です。極楽いぶかしくば、宇治の御堂を敬うべし。とまで歌われたほどの絢爛さでした。藤原氏の栄華は、今にまで伝わっています。藤原氏とは、元は、大化の改新を行った中富の鎌足りが、その功績によって息子、不人が藤原の姓を賜りました。その不人の娘が天皇の妃となり、藤原氏は勢力を広げていきます。鎌足りの時代から300年後の平安時代中期、道長が登場。しかし道長は、末っ子で五男、出世の道は難しいと思われていました。966年道長は、藤原の兼家の五男として生まれました。父、兼家は従四位で左京太夫と、地位はそれほど高くなく、母も身分の高い貴族の出ではありませんでした。そんな五男、道長に、出世の道はありませんでした。が、父、兼家が炎遊天皇に送り込んでいた戦士が、男の子を産み、一条天皇として即位します。天皇の外祖父となり、摂政の地位になった兼家。実質的な貴族のトップとなったのです。道長の出世の道が開かれました。986年21歳で従五位上昇納言に、988年23歳には13未言中納言に、上級貴族として政治に関わることになります。901年26歳で小三未言大納言となりますが、道長には実兄というライバルがいました。次男と三男は正妻の子ではなかったので出世レースから外れていましたが、長男、道隆は関白に、四男、道亀も小二遊大臣と、道長よりも上の位にいました。道長の出世もここまで。しかし、道長30歳で長男、道隆病死、同じ年に三重湖で大流行した疫病にかかり、道亀も病死。この疫病では、多くの苦行が命を落とし、残った7人の中で関白の地位につける家柄は、道長と兄の子、コレチカでした。コレチカは甥で8歳下でしたが、内大臣と道長よりも高い位にありました。そのため道長は、コレチカに敵意むき出しでした。一条天皇は、官位が上であるコレチカを関白にしようと考えていました。しかし、道長に助っ人、4歳年上の姉、戦士が現れます。一条天皇の母である戦士が、弟、道長の出世を一条天皇に涙ながらに訴えます。その結果、道長は関白に準じる内乱に就任します。内乱とは、天皇へ奏上する文書などにあらかじめ目を通す役職のことです。仕事内容は、摂政や関白とほぼ同じでした。ある姫君に思いを寄せていたコレチカが、同じ家の別の姫に通っていた火山法王を恋がたきと勘違いし、弟に命じて弓矢で威嚇させるという事件を起こします。コレチカは、先の天皇に矢を向けたということで、弟と地方へ左遷。出世レースから外れてしまいました。これによって道長は、995年30歳にして最も高い位、
右大臣&藤原氏の氏の長者となりました。当時の貴族はどの程度収入を得ていたのでしょうか。彼らは位階に応じて遺伝を与えられていました。小1位80兆なら15位8兆です。さらに官職についていれば役職手当として職殿が与えられます。家禄も支給されます。その他にも道長クラスになると色々ついてきて年収は約5億円ともなりました。藤原氏は荘園の税を納めなくてもいいという特権も持っていました。地方の豪族たちは荘園の名義を道長たちから借りて名義料を納めていたのです。その他にも国司になると付け届けも、正規収入の他に名義料と付け届けが馬鹿にならないほどありました。広大な京都御苑のあたりには道長の屋敷土御門殿がありました。平安貴族の中でも公卿たちには一丁約14400平方メートルの土地が与えられましたが、道長の土地は2丁。もう一つ東三条殿という邸宅も持っていました。996年には左大臣となった道長、これ以後20年以上朝廷のトップに立ち続ける道長です。人事権も意のままで、1016年道長が自宅土御門殿を火事で焼失してしまった際には、翌日公卿や国司たちが見舞いにやってきて家の修繕や家具の調達を申し出て、家も家具もわずか2年で以前よりも豪華な家を手に入れました。大公の徳、帝王のごとし、富と権威を手に入れた道長、そこには女性たちの力がありました。道長は出世のたびに娘たちを利用します。一条天皇のもとへ娘彰子を送り込みます。この時一条天皇には正妻定子がいましたが、定子の兄は問題を起こしたコレチカ事件の影響で出家していました。道長は強引に彰子を中宮正妻にします。1008年敦平親王が生まれました。この巫女が成長して天皇になれば外祖父になれる。この時道長は43歳でした。1009年には敦長親王が生まれます。これで安泰。しかし1011年一条天皇が退位、いとこの三条天皇が即位します。皇太子には道長の孫敦平親王がなりましたが、万全を期すために先手を打つ道長、三条天皇に娘剣士を送り込み孫をと考えますが、剣士に男の子が生まれず、道長は病を患った三条天皇に退位を求めます。孫である敦平親王を天皇とするために、三条天皇は自分の息子敦明親王を皇太子とすることで上位することを了承します。1016年道長の孫の敦平親王が即位し、御一条天皇となります。氏の長者になってから21年、ついに摂政となる道長。1017年三条法皇が亡くなるとさらなる強運を引き寄せます。後見人が亡くなったことに悲しんだ敦明親王が皇太子を自ら辞したのです。新しく皇太子となったのは道長の孫の敦長親王でした。これによって2代続けて道長の孫が天皇となることが約束されたのです。しかしそれでも道長は手を緩めることはなく、娘の石を御一条天皇の中宮として受胎させます。3代にわたって自分の娘を妃として送り込んだ道長、これは前代未聞のことで、道長が栄華を極めた最大の理由でした。平安神宮の社殿は平安京の調度院を模して作られたもので、拝殿は大極殿と同じ作り、平安を今に伝えています。平安時代
聖道院の近くには、天皇の住まいである内裏があり、皇后やそれに仕える女性たちもここで暮らしていました。清少納言は、一条天皇の中宮、定子に仕えていました。宮廷での生活を枕草子に描きました。そして華やかな宮廷文化が花開きます。娘にもそのようなものに仕せたい。一条天皇の中宮となっていた彰子には、女房という教育係がいました。道長のその条件の一つは高い教養で、古都、美和、和歌、書、中国古典、漢詩まで必要でした。そこには道長の思惑がありました。彰子の教養を高めて一条天皇をつなぎ止める、というものです。その要求に応えて女房となったのが、百人一首でおなじみの和泉式部、古式部の内史、赤染衛門、そして、源氏物語の作者となる紫式部です。光る源氏のモデルは諸説ありますが、その一人は藤原の道長と言われています。道長は彼女たちのパトロンとなり、金銭は一切惜しみませんでした。紫式部のために、部屋、炭や紙、書物などを与えます。彼女たちを推したことで、金文字の女流文学が育ったのです。大きく花開いた宮廷文化も、道長の栄華の象徴です。すべてを手に入れて、栄華を誇った道長、しかし、病には勝てませんでした。道長は生来病気がちで、望月の、を読んだ頃はほとんど目が見えていなかったと言われています。運動不足と、糖尿病から来る眼病だと思われます。身の回りのことは友の者がすべてしてくれたため、自分で動くことはあまりありません。食生活も、儀式の後の宴会では豪華な食事でしたが、食事は儀式化され、食べ合わせの迷信もあって、毎回同じようなものばかりで栄養が偏っていたようです。1017年、摂政の位を息子、頼通に譲ります。1019年54歳で出家。当時の皇族や貴族は、病気になると出家したのです。道長も阿弥陀仏を信じ、極楽浄土を願い生きる浄土信仰に帰依し、毎月のように比叡山などに参り、熱心に仏事に明け暮れるようになります。自らの家の隣に寺を、北条寺を建立、それは、極楽浄土がこの世に現れたような絢爛豪華なものでした。しかし、道長の願いも虚しく、不幸が続きます。娘、漢詩の詩、騎士の詩、剣士の詩、相次ぐ娘たちの詩で道長も弱り、1027年12月4日、道長は自らが建立した寺で62年の生涯を閉じるのです。生まれもっての才覚と境遇を持った男、栄華を誇った男は、この世の極楽を見た男だったのかもしれません。藤原氏代々の墓地は、宇治四湖畑にあり、道長もここに静かに眠っています。道長の後を継いだ頼通は、三代の天皇を38年にわたり監閣を務めます。これも、道長が天皇との結びつきを強固にし、繁栄の基礎を築いたからです。藤原氏は、武士の世になってからも摂政、監閣の地位にあり、栄華を伝え続けていきます。セイゴメイド。ミタクラッド。アリガトゥ。モシヨカタラ。チャンニラトゥロク。ウォニゲサメスウ。Kono she aku no button wo. Asataku dasai. Please push this she aku button. Please push this she aku button. Edo. Kono daugamo meet meet kyu dasai ni. Please also see this animation. And please push this button. 息子によってここに建てられたのが、世界遺産、平等院鳳凰堂です。極楽いぶかしくば。富士の御堂を敬うべし。とまで歌われたほどの絢爛さでした。
藤原氏の栄華は、今にまで伝わっています。藤原氏とは、元は、大化の改新を行った中富の鎌田。李家氏。ヤクリ。キカオ。はじまりめいす。藤原の道長について。今回の歴史ゆっくり聞こうは、藤原の道長について紹介していこうと思います。この妖馬、我が世とぞ思う望月の、かけたることもなしと思えば。栄華を誇りが、その功績によって息子、不人が藤原の姓を賜りました。その不人の娘が天皇の妃となり、藤原氏は勢力を広げていきます。鎌足の時代から300年後の平安時代中期、道長が登場。しかし道長は、末っ子で五男、出世の道った藤原の道長が詠んだ歌です。平安時代に都で強大な権力を持っていた藤原の道長。藤原氏の五男でありながら、貴族の頂点に上り詰めた、異例の出世の真相は、京都府宇治市、かつてここには、藤原の道長の別荘がありました。道長の死は難しいと思われていました。966年道長は、藤原の兼家の五男として生まれました。父、兼家は従四位で左京太夫と、地位はそれほど高くなく、母も身分の高い貴族の出ではありませんでした。そんな五男、道長に、